いや、あの名前をさ探って言い合ってないとっていうあれがちょっと思ったんですけど、違ったみたいですね。それが弱点になると思ったんだけど、両国橋探偵は出てこなかったの。結構溜まってきたんじゃないですか。あ、はい、いきなりやな。え、下半身両国橋だとなんだろう。あ、これですね。片刃の足。止蔵という評判の悪いならず者がおこまという娘に恋を抱いた。止蔵は断るごとにおこまにつきまとい、幾度となく言い寄るものの全く相手にされず拒まれ続けた。あまりにも邪険に扱われたことに逆上した止蔵は短刀を持って両国橋の脇堀付近でおこまを襲い、片手片足を切り落として堀に投げ入れてしまう。以後その堀の周囲に生える足はなぜか片側にしか葉をつけなくなったという。うん、いい話だな。まず考えよう。てか見えてんだよね、もう。中衛、下半身男。うん、下手にごまかすより、いやでもこれ真面目にいくのもあれか。あー、こいつ頭いいタイプだ。あー、何が気ゆうたろう。足洗い屋敷、あれですね、なんか足が天井からズボってくるやつか。何が気ゆうたろう。自身が貸主であることを隠さず接触してきた。あ、さっきのマダムは、あれ、マダムが、そっか、ないのか。ちなみに見た目は相当好きです。うん、野蛮じゃない。乗っとこう。うん、大学生ぐらい、なんか頭良さそうよ。両国橋、和黒町か。うん、話して話してみますか。手を組まないか。一番途中で売り切るパターンやん、ね。ああ、効率的っちゃ効率的なのかもしれない。まあでもその信用できるだけのこの人に、なるほど、言われてみればそうだ。乗ってく俺はじゃあ乗ってってみるぞ、このビッグウェーブに。君は愚かだねっつって殺されそう
お、大事。これちょっと待って、あと一人分だったらあれだぜ。やればできるんだ。まあまあ集まった。おっと、今のがハッタリなのかね、一パーってのがブラフの可能性も。え、特に強い。声を聞いたらもうジエンド。死んだ。対戦ありがとうございました。足洗い。死んでしまうとは情けない。できない呪詛の回避方法があるのではないかと。青年、やり直します。発動前に対処。気づきようもないはずですか。これが引っかかるよね。さっきもそうだったんだけど、調べちゃいけないってことか、こいつを。一応見てみよう。うん、あ、あなたは、ゆうたろうくん、ゆうたろうくん、ゆうたろうくん。いや、そんなこと言われても。全然、いや、すげえな、このゲーム、マジで。ゆうたろうくん。手を組まないか。協力者だ。後ろにいた女が、二人じゃないと。うん、一人じゃなかっただろう。展開は一緒だけど。あ、大変ありがとうございました。沈黙。ん？早っ。はい。
声を聞いたらもうジエンド。あ、これもしかして、はい、身を塞いでも、ん？何の話？やけん、どうしたん？すごい、このゲーム。やらせてもらうぜ。ズキューン。で、後ろの女の子何だったん？あ、帰ってっちゃってる。お、消えた。え、何だったの、あの子は。とりあえずこれで。相手の条件がなぜか聞かなかった。あ、一応戻したか。いや、すごい。ちなみに、さっき、あの、マダムのところ直したん、やり直したんですけど、一応、セーブしてなかったから。その時に、1回目じゃライター選べなかったっすね、やっぱ。いや、すごい、このゲーム。え、これちょっと落としたってか盗まれたとかないよな。あ、よかった、あれちゃんと。え、ストーリーチャートが解放されました。お、どうもっす。ありがとうございました。助かりました。あ、なになに、そういうこと？今回の物語全体の、あー、飛べるってこと？うん。やり直して異なる分岐。あ、そうか。未来が分かった状態でもう一回っていう。うん。自由に使える機能だったのですが、あ、とりあえず一回通してやってみなよってことだったのかな。あ、どっからやるかはお前次第と。はい、ストーリーチャート。プレイ中チャプターの途中でやめてストーリーチャートに戻る場合ご使用ください。ああ、また最初から。はい、終了したチャプター途中、うん、中断。チャプターの終了には2段階あり、終了扱いであってもまだそのチャプターでやれることが残ってる場合は。ああ、そうなんだ、わかりましたんで。はい、いや、まずはあれでしょう、助けられるんじゃないのかな。そう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 、それを行わなければよい。うん、そのことを知る由もありません。これなんだよね、なんかすごい引っかかる。俺に直接、いや、始まりからの人を呪い殺してきたか。え、一番最初のあれでしょ。で、
次に、あの、名も知らぬ少女と、メガネと、あとあれ、暗闇のところ、4人。なんだよ、その引き方、なんちゅう引き方すんの。というわけで、じゃあ今回はキリが良いのか。いや、面白えな、マジで。うおーってなっちゃったよ。あ、こういう感じになるのね。こっからか。で、要するにこのまっすぐのルートに行きなさいよってことなんかな。一旦ここで終わりたいと思います。いやー、すげーゲームだ。諦めずに叫ぶ、これか。何もない。お、来た来た来た。よし、つながった。こっちの未来じゃない選択肢が。行きましょう。とりあえず先に進めましたね。なんとかなるんか、これで。突き動かされるような衝動のままに、我を失った福永陽子を必死に呼び続け、何としてでも呼び覚まそうとする沖江翔吾。その思いは彼女に届くのか。どうなのよ。よかった。めまい、頭痛。でもタイムリープしてるわけじゃないんだよな。俺が知ってるだけで。この後の展開は、カンノムシ。はあ。危険。あら、まあこれはでもだいぶ話変わってくるな。一人でもう少しこの公園を。あ、バリン、あ、次の日？数珠玉が手に入ってねっつことだよね、これ。いけんのか？あ、パート4。行きましょう。午前5時。5時の空だ。
ん？あ、始まったな。あ、え、これ見て、え、主人公変わるの？これが冒頭のあれにつながるってことか。新たに3人の、おお、あ、使いたい使いたい使いたい。あ、シギマハルエさんっていうんだ。堤哲。あ、名もなき少女、坂崎やっこ、やっこちゃん、よみがえりの秘術。へえ、始まったな。これでもどうすりゃいいんだろうな。キリがちょっと悪くなっちまうから、あれだな。じゃあ、あの前回のとくっつけるか。うん、よし。新たに3人が、え、ちょっと待って、あ、そういえば一緒にいたな。夢じゃない、現場検証、こっくりさん気になるな。では今回はこの辺で。いやー、すごいなー。助けられたけど自分がつうわけか。そうだよね、だって数珠玉持ってないんだもんね。数珠玉じゃない、数珠玉。いやー、すごいなー。